はい、皆さんこんにちは。滋賀県で120以上の言葉回ってませんね。ちゃんとそれを練習しないので、もう一度言ってみます。滋賀県で120以上の自然素材と、遠赤外線で心も体もポカポカ温まり家づくりをしておりますベストハウスネクストの吉本です。まあ、今の古民家再生とかですね、ちょっと、この、夏ぐらいにやっと、終わり、そして、近江八幡の方でですね、今かかっております、古民家再生、あります。そこでもね、ペレットストーブの方を導入していただく予定になりました。イタリア製のね、ペレットストーブでピアテッタという商品になります。ペレットストーブ1台でね、全部屋を、パイプで、音符を通して温めるというね、新しい試みをしておりますので、また興味ある方はぜひご連絡いただければと思います。